アルミさんの牧場を紹介しましょう。さあ、これは何ですか？自家製のスモークサーモン。自家製の白身魚のフライ。で、昆布塩をつけて食べましょうねという自家製の山菜の天ぷら。山菜取り行ったんでしょうね。これ何ですかね、これ。この山菜はね。食べなきゃわからない。さあ、アルミさんの魚卵祭りの時間がやってまいりました。カジカの子、カジカの子ね、これね、普通なかなか食べられませんよ。これがアルミさん名物ですね。そして、タラコ、これまた大量にね、買い付けて、つけております。から、鮭のハサミ揚げ、ハサミ漬け、鮭、昆布、そして、白菜、たくさんつけております。カレーを使った柚子汁、柚子汁いろいろありますけど、カレーの柚子珍しいですよね。あんまりない。から、丸みとつけ、鮭の柚子汁。ください。柚子ぐらいもそのまま煮ております。ぐらい、煮つぐらい。そしてここからがまたすごい。これも珍しい、サメでヌタを作っている。サメのヌタ、クモのごま、これもね、取ってきたんでしょう。これはタラコを、珍しく、ネームがないんですが、白滝で和えたタラコ、そして自家製のホヤ、これがまた美味しいんですよね。ホヤの塩辛、また美味しい。最近貴重になってしまいました、イカの丸煮。そして、あ、人気で売れてますね、ウドのピクルス、これも作るんですね。こちらはフキのピクルス。ちょっとこの照明がちょっと欲しいね。ウドのたまり醤油漬け、そしてニシンの切り込み、出ましたね。クレソンのおひたし、これが美味しいんですよね。そしてこれも丸美さん出ないとなかなか出ません、北海道だけなので。やちむきのおひたし、全貌はこんな感じですね。あ、今日はみかんだけじゃないですよね、フルーツが、フルーツパンチになっております。いつもみかんだけなんですけど、はい、今日の夕食、なんだこれ、これ何、カニの卵とじ、うまそうじゃん。はい、美味しいですよ。もうちょっと火入れた方がいいと思うんで、うん、そうですね、はい、蓋しておいてください。はい、閉めて閉めて、はい、はい、こちらちょっと、ね、ラップ取りますね、はい、これさっき解説しました。一応全種類取ってたんですよ、ほら、いつものようにね。いや、しみじみ見るとやっぱりすごい。このお魚は何だ、何でしょう、これは、ね、アラカブっぽいな。じゃあ、これさん、これは、これ、これホタテじゃねえの、ちっちゃい、違う、分かんないんで、これ珍しくね、あの小札というか、あのついてなかったの。うん、それ普通にタラコだと思う、ね、あ、本当だ、はい、あ、水タコだよ、でかいね、やっぱね、タコに、これもうあれじゃない、うん、サーモンと向こうぶりでしょ、うん、そうです、すでになんと夏なのに寒ぶり、うん、ね、それがラウスの、寒ぶりとはまた違いますけど、ラウスのぶりもだんだんとブランド化してきて、やっぱり油あるって言って結構あれですよね、うん、だから魚連関係さん、やっぱりどうない、十分寒ぶり、十分寒ぶりなの、これカンブリで売っちゃえっつってんだよ。今日おやつもすごいよな。やちぶき美味しい。はい、食べていただきます。はい。ね、こんだけ取ってくるの大変だろうね。生ビール。そして、丸井さんといえば、なんと、ラオスの海洋深層水を使っているグランブル。そして、バカね、あなただけ。違うか。カバのあなたけちゃん。花の穴だけじゃないんですよ、カバの穴なんです。わかりますか、今日おやつがついてますね。すごいですね、ということで夕飯をいただきましょうね。今日はこれね、割と控えめな序の口の方ですからね。
おすすめやっぱりぬたがね、ぬたサメのぬたね、うん、これすごいサメのぬためったら出ませんから、うん